皆様こんにちは、ダンス初めての人大将です、まずダンスのステップをするということはある時と全く一緒なのでその場所で足踏みをしていきましょう。そしてステップするときにステップする靴を少し持ち上げます。20-30cm 膝を曲げ、ももを上げて持ち上げてからボンと下ろして全体重を乗せるようにします。そうすると反対側の足が今度は自由になってどこにも動かせるようになります。また同じようにももを上げて全体重を踏み替えます。まあその場所で足踏みをしている感じですね。よくある例としては、こういうふうにですね、膝を伸ばしてしまったまま踏み替えようとしたり、はっきり踏み替えがなされていないとどちらに乗っているのか自分でもわからないので、普通に歩いているような状況で片方に乗ったらすぐに片方は解放するようにしますね。つまり片方をステップしたら片方は力なくですよ、緩めて体重はゼロにしますね。左足をステップしたら右足はフリーにして、フリーですね、つまり自由にして体重をかけないようにします。歩く時と全く一緒なので普通に歩くことができればあなたは素晴らしいダンサーになれます。では、2回目でございます。もう1回復習しましょう。キューバのルンバですね、キューバのルンバということですね。男性は左足を前進して足踏みをしましょう。クイッククイックスロー、クイッククイックスロー、クイッククイックスロー、クイッククイックスロー。女性は男性のこのこれを踏んだ後のこの部分から一緒になると思えばいいので、この超基礎の練習に関して言えば男性と同じことをしてもいいし、今からするように女性のバージョンをしてもいいですよ。右足交代の足踏みからいきます。クイッククイックスロー、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 クイッククイックスロー。さて9番ルンバはオンツーと言われる踊り方をするので、まあサルサで言えばニューヨークスタイルというサルサと一緒なんですね。そういうオンツーというのは英語ですね。オン、O-N、ツーでオンする、ツーでまあ乗るということなんですけども、この足踏みした出っ張った部分とか引っ込んだところのちょうどこの足がですね、4拍子のうちの第2拍目ですね。1拍目だと分かりやすいんですけどね、ワン、ツー、スリー、5、6、7、ね、1、2、3。今ちょっとサルサの感じで5、6、7と言ってしまいましたが、4拍子ですから、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4。こうすると、1のところでギュッと踏むので、オン1と言うんですけれども、9番ルンバはこれがですね、2になるので、2になるので、オン1よりはちょっと合わせ方が、みんな非常に混乱するというか分かりにくいんですね。やってみましょう。これが2になるので、
数、自動的にこれは3になりますね。で、2、3ですね。そうすると3の次は4ですから、これが4になります。でしかもスローカウントですから、4と、次のビートを待つので、今4拍子で数えてますから、4の次は5ではなくて1ですね。だから4、1という2つのビートをこなして待ちます。4、1というふうに2小節にまたがるので、ちょっとこれは奇妙ですね。で、1、4、1ですから次は自動的に2、3となりますね。この引っ込んだところは2に一致します。これがオン2ですからね。と2、3ですからまた C1。2、3、C1。2、3、C1。2、3、C1。そしてルンバはこの1はですから、ステップはないわけですが、1で腰をグッと入れるヒップモーションというものを使います。ヒップアクションとも言いますが、ヒップ、腰の動きですね。膝を伸ばして、曲げてしてはダメなんですが、膝を伸ばして、ぐっと腰を横に張り出すようにしますね。腰をちょっと振る感じです。ね。僕のような野郎もですね、男性のお尻を見てもあまり嬉しくないと思いますが、まあ、ルンバは女性の、結構セクシーな踊りなのでね、そういうヒップアクションとか色っぽい足のアクション、これを、見せる踊りなので、ラテンの踊りですからね。なので、1の時にギュッとこうヒップを入れるといいですね。では、少し頑張ってみましょう。一応左足から前進します。2、3、4、1。2、3、4、1。2、3、4、1。で、慣れてきたら上がり足はこういう風に上げずにですね、床をするようにすると、標準っぽくなりますが、最初の練習は踏み替えを強調するためにしっかり上げた方がいいですね。2、3、4、1。2、3、4、1。2、3、4、1。2、3、4、ヒップ。2、3、4、1。2、3、4、1。では、女性をしましょう。女性は右足から交代しましょう。2、3、4、1。2、3、4、1、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 2、3、4、1。実際、ステップとして踊るときはですね、突然2から出るのではなくて、男性の場合でしたら右足を予備歩と言いますか、まあ、走るわけではないですが、走るときの助走みたいなものですね。準備歩とか予備歩と言って、これから出ます。で、今、これが2、3、ね、C1、2、3、これは C1 になるわけなので、従って実際のスタートは、まあ2で突然出てもいいんですが、通常男性でしたら4拍子のルンバを1、2、3、4、1、2、3、4と聞いていて、1、2、3を聞いて4で出ます。1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1ですね。女性はそれを受けるので、右足体重でスタンバイしていて、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1。こういう風に、スタンバイします。また、ゆくゆく音楽などに、とかメトロノームに合わせて解説したいと思います。今日はここまでです。